チョルフ川で火薬をする人々チョルフ川はトルコとジョージアを流れる河川。クルジア5名はチョロヒ川、ギリシャ5名はアカンプシス川。トルコ北東部のメスジット山地に源を発し、ケルキットイコールチョル乱層に沿ってバイブルとイスピル、ユスフェリ、アルトビーンの各都市を通り、ジョージアに入って数キロメートル後にバトミの真南で国海に流入する。 アディアノスは、国会主有期の中でアカンプシス側と記したが、ガイウスプリニウスセクンデスはそれをバティス側と混同していた。英語では昔は、ボアス側、チュルク側などとして知られていた。ジョリフ渓谷は、世界自然保護基金やコンサベーションインターナショナルから、生物多様性ホットスポットとみなされている、コーカサス生態系ゾーンの中にあり、 トルコの環境保護団体から主要植物地域、主要鳥類地域、生物多様性重要地域に指定され、最優先保護地域にも推薦されている。植物種が豊かで、104種の絶滅危惧種が生息しており、そのうち67種はトルコの固有種である。エコツーリズムのメッカとか、 トルコ最後のワイルドな川といった異名を持つチョルフ。川には東アナトリア観光開発事業がホワイトウォーターカヤッキングで活性化を図っている。2005年にはエクストリームカヤックの競技大会が行われ、世界各国からカヤック選手やイカダノリが集結した。チョルフ川開発計画の下、計 K13 の水力発電ダムの建設が計画されている。ありがとうございます。